立ち筋には心が現れるものだ。お前の剣には曇りがない。どうした？歩き疲れたか？いや、構わん。ただあまり時間は割いてやれぬ。それでもよければだが。大丈夫か？ずいぶん暑そうだが。そうか。具合が悪くなったらすぐに言え。無理をして倒れられても困る。
暑さ自体は耐えられぬほどではない。ただ今日の夏は湿気が多く、気を抜くと刀が錆びてしまう。早く秋になってくれぬものか。斧が身を守る爪だからな。すまない、今は巡察中だったな。急いで豚所に戻らねば。備前長船兼光。刀といえば備前刀、備前刀といえば長船という言葉もあるほど、備前には優秀な刀工が多い。今日現存する刀は備前刀が一番多いと言われていて、どうした？笑われるようなことを言ったつもりはないが、もしや今の公爵に誤りでもあったか。では何故笑っていたのだ。お前もその子たちに惹かれているということか。ならばその子たちも必ずやお前の思いに応えてくれるだろう。さて、急いで豚所に戻らねばな。思った以上に時間がかかってしまった。今俺が刀に見とれて時間を無駄にしたことは、そうか。俺もまだまだ未熟だな。タイムよりも己の興味を優先させてしまうとは。どうした？何を笑っている？
何を思い出していたのかは聞かずともわかる。大方、俺が店先の刀に見入ってしまい、職務をおろそかにしたことを笑っているのだろう。弁解などいらん。先ほどの所業はお前に笑われても仕方あるまい。これでも反省はしている。同じ過ちは二度と繰り返さん。急ぐぞ。土方さんが豚書で我々の報告を待っているはずだ。